次に枝野幸男君。枝野君、残念ながら緊急事態宣言は3度目、しかもそれもまたしても延長がされました。政府の後手後手、二転三転、先行きが見えない、示されない、こうした状況が1年以上繰り返されていることを大変残念に思います。少なくない国民の皆さんがこうした状況に呆れ果て、また疲れ切っているという状況です。2度目の緊急事態宣言解除の際、3月、私は総理にこの状況で解除すれば感染者が急増する可能性が高い、解除は時期尚早であり反対せざるを得ない申し上げました。総理は再び宣言に至らないよう全力を尽くすとおっしゃいましたが、残念ながら、1ヶ月ほどで宣言を再び出すことになり、このことを我が党の山井議員が4月23日の厚生労働委員会で尋ねましたところ、大阪、兵庫の変異株というのは、解除当時は出ていなかったと総理は答弁されました。私は唖然としました。3月の解除の時の議員運営委員会でも、私も総理に変異株の拡大について指摘をして、解除は時期尚早と申し上げました。大阪では3月12日の時点までで、計103人が変異株に感染していたことが確認されて、報道されています。さらに言うと、1月の26日の予算委員会、辻元筆頭理事は、変異株の拡大に警鐘を鳴らしました。総理はそれに対して強い危機感を持っておりましてと答弁されています。この強い危機感って何だったんでしょうか。言葉に中身が伴っていないと言わざるを得ません。強い危機感を持っていながら、3月の時点で大阪、兵庫の変異株についてスルーしたんですか。総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。変異株に対しての対応というのは、まさに、マスク、手洗い、3密回避という、そうしたことを徹底する、そうしたことであることは事実じゃないでしょうか。そういう中で、私どもがこの解除したことについて話がありましたけれども、解除の条件というのは、まさに具体的な指標や専門家の意見を踏まえて、その時々の必要な対策や対応について、判断を行って解除いたしました。当時はステージ3をはるかに、ステージ3よりも下になっていたということは、下になっていたことも事実じゃないでしょうか。そうしたことを考える中で、専門家の意見も、また具体的な指標の中で解除をさせていただいています。委員長、枝野幸男君。その解除の基準そのものを政府が作ったんですよ。私、この国会の冒頭、1月20日の代表質問でもうすでに申し上げています。政府の言ってきている解除基準、つまりステージ3、新規感染者数500人程度まで下がれば解除、感染がということに対してですね、これではこの基準で解除したら、感染が拡大に向かって、経済により深刻な打撃を与えかねないから見直すべきだと、国会で私、総理に指摘をしています。緩すぎる基準を決めて、それを維持してきているのも政府自身ですから、その責任は政府にあります。基準に沿っているというのは何の言い訳にもなりません。合わせて専門家といつも繰り返されます。しかし、専門家の間にもさまざまな意見があります。誰のどのような意見を採用するか自体が政治の責任です。そもそもが医学的な専門家の方がいらっしゃいます。また医学のさまざまな分野ごとに分かれていらっしゃいます。現場の臨床を知ってらっしゃる方もいらっしゃいます。経済分析の知見をお持ちの方もいらっしゃいます。でも専門家はそれぞれの分野ごとの専門家です。緊急事態宣言をどういう基準で出すのか、解除するのか、そうした基準を作っていく全体的な知見を持っている専門家って誰かいるんですか。残念ながらいないんですよ。専門家の科学的な知見に基づいて判断しなきゃいけない。それは前提ではありますけれども、そうした専門家の知見を踏まえて総合的に判断する責任は政治にある。それがこういう危機の時の総理大臣の仕事じゃありませんか、総理。内閣総理大臣、
菅義偉君。それは専門家の皆さんに失礼じゃないでしょうか。政府で方針を決めるときには、分科会というものにかけます。そこに出席の専門家の先生方からのご理解をいただく中で、政府としては判断をいたします。最終判断の責任は全部私にありますけれども、ただ途中経過については、少なくとも客観的な、そうした手続きを取って行っていることは、ぜひご理解をいただきたいと思います。結果は私が責任を持ちます。枝野幸男君。専門家に失礼なのは総理じゃないですか。専門家はそれぞれの専門分野について科学的な知見をおっしゃっている。専門家の間でも意見が分かれている。これも客観的な事実ですよ。その中で総合的な判断できるのは政治しかないから、民主的なプロセスを踏んで、今、菅さん、あなたが総理大臣という全体の総合的な判断をする、その立場に立っておられるんだと、私は思います。パネルを一番目示してください。すでに1万人以上の方が日本で亡くなられています。この亡くなられた方の累積のグラフを作ったんですが、9月16日に菅内閣が発足をし、12月以降、残念ながら急増しています。この1万という数は、単なる数字ではありません。お一人お一人に人生があり、家族や友人との営みがありました。9月以降何があったか、GoTo キャンペーンを強行し、早くやめろと我々が指摘をしてもやめませんでした。そして遅すぎた2度目の緊急事態宣言と早すぎる解除。根拠なき楽観論に立って、対応が遅れて、同じ失敗を繰り返してきたこと、この中には、もちろん感染症ですから、救えなかった命もあるかもしれないけれども、適切な対応していたら救えた命も少なからずあったと思います。総理、このことについての反省はありますか。そしてなぜ総理は根拠なき楽観論に立てるのですか。私に対してじゃないです。国民の皆さんに向かって、特に大切な方を亡くされた方に向かって説明してください。内閣総理大臣、菅義偉君。亡くなられた皆さんには、心からお見舞いを申し上げる次第でございます。今、パネルで示されています。例えば、緊急事態宣言において、ピンポイントの対策、私ども1月からしました。その時は、1都3県の新規感染者数は、解除時にはこれ8割以上減少したということも事実です。そして、宣言が早すぎると言われますけれども、少なくとも宣言解除の目安、これは先ほど来話がありますけど、政府の正式な分科会の中で決めさせていただいています。そのステージ3を大きく下回り、客観的な数値に基づいて、専門家の意見を伺った上で、解除をさせていただいています。ただ、いずれにしろ、結果として、多くの方がお亡くなりになったことに対しては、大変申し訳なく、そして心からお見舞いを申し上げます。ただ、政府としては、そうした政府の分科会という政府に対して、最も影響力のある中で、専門家の皆さんからのご意見をいただいた中で、私どもが判断をさせていただいています。枝野幸男君。何でも専門家に責任を転嫁するの、本当おやめになった方がいいと思います。専門家の中でも意見が、いろんなことが意見があるというのは、何度申し上げていますし、専門家の意見聞いてない部分もたくさんあるじゃないですか。すでに尾身先生は、もうステージ2まで下げてからじゃないとダメだと、明言されていますよ。従うんですね。今回の解除も、延長もよくわかりません。当初からこんな短い期間で、効果が見えるのかということは、私たちだけじゃなくて、一般の市民の間でもたくさん広がってました。しかし、それでも、イベントを中止したり、大型商業施設は突然言われて、感染対策しっかりやってきて、クラスター出てなかったところもみんな協力してくださいました。そして多くの国民の皆さんもご協力いただきました。でもやっぱりこの短い期間では案の定大きな効果は見られず延長ということになりました。ところが一方で、急に無理をして、突然やめてくださいと言われて、一番の書き入れ時に中止した大規模イベントやデパートなどへの規制は、今回緩和をする。
や緩和だけでやばいと思ったのか、いや、知事に丸投げして、規制続けてもいいですよとおっしゃる。ブレーキとアクセル同時に踏んでいるんじゃないかと困惑の声が聞こえます。どっちなんですか。そもそもこの延長前の期間で人流が減ったというのは総理何度かもおっしゃっています。人流が減った結果感染拡大は抑制されたのですか。緩和できるほど大きな効果があったのですか。この国民の素朴な疑問にお答えください。内閣総理大臣菅義偉君。今回の緊急事態宣言というのは従来の飲食に的を絞っている、その宣言に加えること、またゴールデンウィークという短期間の中に集中して人流を止めるべきだと、そうしたご意見が多い中で、そうしたことを参照させる中で、政府としては人流を止めることにの緊急事態宣言というものを行いました。人流についてはその前の週、さらにこの前回の緊急事態宣言と比較をすると間違いなく減少したということは事実だというふうに思います。ただそういう中で感染状況というものが改善されてませんので、緊急事態宣言を延長させていただいたと、まあ、そういうことであります。枝野幸男君。人流を減らしたったら全く効果じゃないんですよ。手段でしかないんですから。人流を減らすことによってどれぐらい多くの人たちが迷惑しているのか、犠牲を払っているのか。人流を減らせば感染が抑制できる。そして緊急事態宣言は2週間余り、ああこれで解除される段階まで効果が出るんだろうなと期待してみんな我慢したんです。でも人流は減ったけれども、多くの犠牲を払ったけれども効果出てないじゃないですか。つまり判断間違えたんですよ。その間違えたということに対する謙虚な姿勢がないから何度も同じ失敗を繰り返しているんだと言わざるを得ません。少し具体的なところを聞いていきましょう。神戸市の高齢者施設でクラスターが発生し25人が亡くなられた。その中で23人は入院治療を受けずに施設内で亡くなりました。門真市の施設では13人が亡くなられ、うち8人が入院治療を受けることができずに施設内で亡くなられました。こうした高齢者施設だけではありません。自宅でホテルで重症に近い、まあ、重症と判断されて当然の状況なのに入院できずに亡くなられた方、たくさんの状況が声が上がっています。特に高齢者施設は感染防止の徹底が困難な場所です。クラスター発生のリスクが高い場所です。定期的な PCR 検査を1年前から私たちは提案してきました。ようやく最近になってそれを急ぐんだと言い出しましたが、結果的に間に合ってないというのはこの結果です。総理、私にじゃないです。入院もできずに亡くなられた方々に対する言葉、無念の思いでそうした皆さんを送らざるを得なかった介護施設の皆さん、そうした皆さんに語りかけてください。内閣総理大臣、菅義偉君。療養中にお亡くなられた方、また自宅待機でお亡くなられた皆さんには、心からご冥福をお祈りを申し上げる次第でございます。枝野幸男君。それだけですか。いや、これは、いや、政治家でもですね、万能じゃありませんから、間違えるときありますよ。でも政治が例えば1年前から PCR 検査を広範にやっていれば、医療体制を強化していれば亡くならなかった、いや少なくとも十分な治療を受けてそれでも助からなかった、残念だったねと、まあ、それでも納得できないかもしれませんけど全然状況違ったんですよ。そうした皆さんにそれだけですか。はなはだ残念です。病床について伺います。特に大阪がひどい状況です。2回目の緊急事態宣言のとき、大阪は府知事がいち早く解除を求めました。そしたらさっさと第4波です。そして医療崩壊です。病床が不足して自宅やホテルにおられる方がほとんどで、入院できている方は感染者の1割と言われています。重症病棟が足りないために中症病棟で重症者の方が治療を受けていると、手遅れになった方が相次いでいます。私はもっと驚いたのは、
大阪府は2回目の緊急事態宣言が解除された3月1日、それまでの重症病床の確保数が215床だったのを、3月1日に3割減らして150床まで縮小するという通知を病院に出してるんですよ。3月1日ですよ。病床不足に輪をかけたんですよ。この早すぎる解除を求めたこと、そして病床、重症病床を減らすという通知を出したこと、明らかな大阪府の判断ミス。これに対して政府はどう認識してるんですか。これ知ってて止めなかったんですか。いかがですか。田村憲久厚労大臣。大阪、非常にですね、この変異株の状況のもとで感染拡大が早かったということもあろうと思いますが、国も3月18日ではありましたけれども、要するに全国で緊急事態宣言の解除前であります、この時にやはりこれ、コロナっていう、こういう疾病はですね、非常に早い感染拡大、こういうことを年末年始、我々も経験しておりますので、病床をしっかりと残しておいていただきたいと、つまり今まで確保した病床をしっかりと残した上で、次に向かって、その後また1週間後にですね、今度は5月に向かって、場合によっては4月も感染拡大する可能性があるので、ダブルトラックで病床をしっかりと確保、整備をしていただきたい、これは地域医療機関とも話を進めていただいてと、このような通知等々、数度出させていただいております。大阪に関してはですね、一旦解除という形の中で、病床を減らされたんだと思いますけれども、その後、感染拡大ということでですね、急速に病床等々を確保しながら、人材等々が非常に不足しているということでございますので、国もですね、看護師を中心に100名以上の看護師を今ですね、確保させていただいているということであります。枝野幸男君。病床、しかも重症病床を確保するって、もう田村大臣はよくご存知だと思いますけど、政治が指示したら簡単にできる話じゃないわけですよね。人繰りも大変ですしね、他の診療科に大きな影響を与えますしね、それを朝令暮改そのものなんですよ、この大阪府は。いや、一番悪いのは大阪府知事ですよ。だけどやっぱり国としてこうしたことを自治体任せで後手に回って結局通知出されたということじゃなくて、やはり先手でですね、やっていかないと国として責任持てないし、こういう無責任な知事も残念ながらいるんですから、政府としてしっかりと対応してください。いかがですか。田村厚労大臣。いずれにいたしましても、大阪だけではございませんので、感染拡大地域ございます。こういうところの病床、重症者の病床も含めてですね、しっかりと国も広域連携等々を含めてですね、確保、人材も含めて対応するように、これからも努力してまいりたいというふうに考えております。枝野幸男君。少しマクロに見てみたいんですが、パネル次の見せてください。少なくとも変異株が広がるまで、この変異株はまた状況違うんじゃないかという指摘もありますが、明らかに欧米とアジア太平洋地域とでは感染の広がりに違いがありました。これがどういう原因によるのかというのは、今後専門家の皆さんが多分分析をしていただけるんだと思いますが、ですから比較はですね、欧米としてもあんまり意味がないんですよね。感染者の数、亡くなられた方の数、全体として欧米と比べて少ないけれども、でもそのアジア太平洋地域の中でどうなっているのかというのが重要なんです。これが、このパネルがアジア太平洋地域の先進国に絞った感染の状況です。日本は人口当たりの亡くなられた方が 8.26 人、人口当たりの感染者の数が485人、どちらも10万人当たりでありますが、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、圧倒的にどちらも日本が倍なんですよね、2番目のところと比べても。これ変異株ではですね、アジアの方が感染の広がりが小さいのではないかという状況が変わってるんじゃないかという指摘もあります。このアジアの中でこれだけ成績が悪い状況で、これでアジア太平洋地域でもヨーロッパ並みの、あるいはそれ以上の感染力があるということになったら、本当に今以上にとんでもないことになります。このアジア太平洋地域における死者数や感染者数の比較について、総理、どう受け止められますか。総理です。受け止めですから。総理、お答えください。内閣総理大臣、菅義偉君。今、パネルがあります。お尋ねのこのアジア対象国と比較すれば、今そこに載っているところにおいては、日本は感染者数や死が多くなっている。このように承知しています。また一方で、インド、インドネシア、フィリピン、
そうした人口比で比較すると、感染者数はそうした国と比較をすると少なくなっているというふうに思っています。まあ、いずれにしろ、感染者数や死傷者の諸外国との比較を行うことにあたっては、人口密度だとか、あるいは高齢化率、あるいは社会経済環境、こうしたことが考える必要があるというふうに思っています。そうしたことを考えたときに、日本から比較的近いと言われているのは、やはり欧米 G7 の国と比較するということなんだろうというふうに思います。これらの国ではいわゆるロックダウンという強力な措置が講じられてきてますけれども、日本の感染者数や死者数は非常にそうした等と比較すると低く抑えられているということも事実だというふうに思います。いずれにしろ、そうした国の体制とかいろんな問題があると思いますけれども、ただ、事実関係として日本でこれだけの多くの皆さんに使用者を出していることについては、大変申し訳ない、このように思います。枝野幸男君。ちょっとまたびっくりしたんですけども、あえて先進国と比較をすると申し上げました。世界の中のいろんな状況で、医療や公衆衛生、残念ながら、まだまだ大変厳しい状況の国、特にアジア太平洋地域、多いです。日本は幸いなことに先輩たちが頑張っていただいたおかげで、医療や公衆衛生、世界の中では間違いなく先進国です。だからアジアの先進国と比べたら、そしたらそうでない国を出してこられる。そして、欧米と比較をするのが正しいんだとおっしゃるけど、これ、おそらく遺伝的な、その地域にたくさん住んでおられる方の遺伝的な特徴というものが背景にあったと疑われますけれども、予想されますけど、明らかにアジア、ヨーロッパとアジアとでは感染の広がりが違うという状況の中で、アジア太平洋地域の先進国と比べてこれだけ悪い。そして変異株は、そうした特徴ないかもしれない。アジアでも従来のヨーロッパ並みにあら、それ以上に感染力あるかもしれないと疑われてるんだから、これを謙虚に反省をした上で進んでいかなければ、私はもっとひどいことになるというふうに思っています。次のパネルを出してください。1月の20日の代表質問以来、私はゼロコロナ戦略を提案しています。これはニュージーランドが一番のモデルですが、ニュージーランド、オーストラリア、先ほどの表でも圧倒的に感染者を少なく抑えています。あるいは台湾も類似した考え方。コロナを徹底的に抑え込むと。そのことによってですね、早期に通常に近い社会経済活動を取り戻すと、こういう戦略を取って、実際成功をしています。経済が順調に、今申し上げたような国々では回復しています。ニュージーランドは実はワクチンの接種率が日本に次いで低い水準です。ところがマスクなしのイベント再開して、なんと5万人規模の大イベントが報道されていました。国内での新規感染者は月に数例です。そして、その例が出ると、直ちに感染ルートを短時間で把握をして、集中的な対策を取りますので、大規模で長期的な行動抑制なしで、ずっと何ヶ月も続いている。だから、生活も経済活動も回復できると。こういう成功例があるんです。先ほど欧米のことを、ヨーロッパのことを総理おっしゃいましたが、強いロックダウンをしたにもかかわらず、欧米諸国、そして日本はロックダウンをしなかったけれども、感染を一度は下げることができた。でも感染拡大の繰り返しに苦しんでいるのはなぜかといえば、こうしたニュージーランドやオーストラリア、台湾と違って、十分なに感染者を減らさないうちに対応を緩めたから、そして水際対策が徹底してなかったからと言わざるを得ません。幸い、成功しているのは、台湾、ニュージーランド、オーストラリア、オーストラリアは大陸だとご指摘いただいたんですが、陸の国境を持ってないという意味では、いわゆる島国だというふうに思います。日本も同様で、水際対策を取りやすいんです。まず水際対策を徹底的に強化をする。その上で徹底した検査と感染者の保護隔離、特に症状のない感染者の保護隔離、そして新しい感染者が出たときにすぐに感染ルートを把握できる体制、これを作ることが大変重要なのに日本は今できていない。今はとにかく足元では感染者が多すぎて、感染ルート調べるどころじゃありません。保健所は残念ながら多くのところで、濃厚接触者などの把握、そこの検査、とても対応できてないですよね、大都市部では。これではどうにもなりません。まずは、
徹底して今の緊急事態宣言などを使ってですね、感染者を抑えていく、その上でそうした状況からさらに減らしていけるような封じ込め、リバウンドの起こらないようなことをやっていかなければならない、これが我々の考え方です。先の見通しの立たない感染拡大の繰り返しではなくて、ゼロコロナ戦略を取って、ゴールデンウィークにも多くの皆さんに我慢していただきました。去年に続けてです。昨年の秋以来、なぜかこの感染拡大は、年度替わりからゴールデンウィーク、夏休み、お盆休み、そして案の定年末年始、いや次またゴールデンウィークですかって言ったらそうなりました。この夏休みは、去年とは違う夏休みにするためには、十分な補償がセットですけれども、今の緊急事態宣言をリバウンドのリスクが相当低くなるまで継続すべきだと考えます。次のパネルを出してください。これ、7日の議員運営委員会で泉政調会長が提示しようとしたら、なぜか理事会で止められたパネルを、今日代わりに私が提示させていただきます。これは東京大学の経済学研究科の先生方がシミュレーションしていただいた、東京の新規感染者を何人に減らした段階で解除すると、そうすると、リバウンドがいつごろ起きて、経済的な損失はどうなるか、500人まで下がったところで解除をすれば、5月に解除できるかもしれないけど、7月に再発令になって、経済的な損失額は 3.8 兆円、7月まで我慢して100人を下回るところまで行けば、再発令にはいかないだろうと、そうすれば経済的な損失は 2.6 兆円。つまり我慢をした方が経済的な損失は小さくて済むというのは専門家それこそ明確なシミュレーションを出しているんです。 1.2 兆の差があります。 1.2 兆ぐらいボーンとここで事実上でいいですから保証のためにきちっと出してこれぐらいまで下げるべきではないでしょうか。私たちは東京で言えば1日100人が最低線、できれば50人以下、大阪では30人、できれば15人以下、こうすれば保健所が新たな感染者に対して相当きちっとした周辺に対する感染ルートの把握、チェック、こうしたことができる。こうすればリバウンドではなくて、そこからゼロへとつなげていくことができると考えています。こうした明確な目標を立てるべきじゃないですか、総理。いかがですか。総理でしょう、全体の目標ですから。総理、総理。それでは、内閣総理大臣、菅義偉君。それぞれの試算についてコメントは差し控えたいと思います。緊急事態宣言の解除については、基本的対処方針にこれ示しています。緊急事態宣言のレベルであるステージ4を脱却して、ステージ3になることを目安として、一日も早く解除できるように対策を徹底するというのが政府の役割だというふうに思っています。私自身もその数字を出した先生、だと思います。その方とお会いをしていろんなお話も伺っております。そうした中でさまざまなその事例ということも示させていただいて、まあ、そういう中で、最も効果があることを実現に移していきたい、そういうところで今取り組んでいるところです。枝野幸男君。専門家の話は聞く、当然なんです。いろんなこういった専門家の知見を前提にして科学的に判断しなきゃいけないんです。でもその専門家のさまざまな意見をどう生かすのか使うのかというのは政治の責任なんですよ。最初の話に戻りますが、だからそもそもその基準自体が間違っていると、そして間違えたんですから2回目の解除で、そして今に至ってるんですから、その基準含めて政治の責任で見直しましょうと私は今具体的な提案もしています。東京で100人以下、できれば50人以下まで下げましょう。大阪で30人以下、できれば15人以下まで下げましょう。そこまでいけば、リバウンドなしにじわじわとニュージーランドや台湾の状況に近づけていける。これが私たちが野党ですから、政府ほど専門家の直接的なご助言をいただけませんが、さまざまな専門家のご意見を伺った私の提案だということを申し上げておきたいと思います。水際対策、何よりもこれが大前提です。変異株、なんか最近の感染拡大、変異株のせいに しがちですけれども、そもそも変異株が出てきた昨年の秋以降、われわれは繰り返し水際対策強化言ってきました。いや、1年前のこの予算委員会から、ダイヤモンド・プリンセス号の時から、水際対策が甘いと、もっと厳しくやろうよと、
我々言ってきました。にもかかわらずそれをすり抜けて、今国内で変異株がどんどん広がって変異株に置き換わっているわけです。この変異株は感染力も、あるいは亡くなられる方、重症化をするリスクも高いと言われています。さらに新しいものが入ってくるかもしれません。びっくりしたんですが、インドなどを変異株の流行地域に指定したのは、先月の28日です。またしても遅きに指定していると。しかも強化したと言いますが、インドとネパールから入国する方に限って、宿泊施設での待機がそれまでの3日から6日に伸びただけです。変異株はすでに各国に広がっています。もう、これから先ほど言った通り、さらに新しい変異、次々と起こっているわけですから、さらに強いものがどこから出てくるか分かりません。まあ、日本の国内で起こることもあり得るわけです。でも、外で生じたものは止めることができるんですよ。私は、すべての入国者について、10日間、宿泊施設でしっかり隔離する、そして、1日目と10日目と間と3回 PCR 検査を行う、これぐらいの水際対策を徹底しなきゃいけない。例外は作っていいです。ニュージーランド、オーストラリア、台湾、ここからの入国者を除いて、すべての国に対してこれぐらいのことをやらないと、どん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 海外から変異株が入ってきて、それが日本で広がって大変なことっていう、昨年の秋以来何度も繰り返していることをまたやらなきゃなんないです。総理、なぜ水際対策の抜本強化やらないんですか？オリンピックのためですか？総理、基本的な認識です。具体的なこと聞いてください。認識です。厚生労働大臣。基本的にですね、まあ、憲法の制約上、移動の自由があるということはもうご承知の通りだというふうに思います。これは判例等々でも出ております。日本から海外に出られる方々も移動の自由はあるんです。そしてお帰りになられるということを前提に考えなきゃならないんです。その上で、インド等に関しましては、これまだ世界的にですね、完璧なエビデンスありませんが、しかし今回、もうこういう緊急事態宣言でありますので、幅広に、これは入国から6日間はですね、これホテルの制約がございますので、6日間はですね、ホテルの寮があるんです。このホテルを確保するのも、地域住民の方々のご理解いただかないと、なかなか変異株等々の確保というのはできない中で、それで今増やしてきておりまして、これ、入ってから6日間、ですから向こうと合わせると3日間の以前の検査ですから、まあ、9日間ぐらいは対応しながら、その後自宅に行かれた場合も、しっかり GPS で対応しますが、ただ1点だけ、いずれにいたしましても、これもですね、我が国は試験の制限に対しての法律がございません。先般の特措法もですね、その措置入院に対して罰則等々、はじめお願いしましたが、これはそういうわけにいきませんでした、国会の方のいろんなご判断の下で、同じようにホテルにも強制的には入っていただけないんです。この方々はですね、基本的に今、皆さんが誓約書を書いていただいて、その上でホテルに入っていただく、もしくはですね、ご自宅にずっといていただくというような形でございまして、まあ、入管上、ホテルの場合は、検疫 の対応でギリギリですね、まあ、試験制限に近いというようなことをやっていただきながら、ホテルに入っていただいておりますが、少なくとも自宅ではですね、これは全くもって、ご本人は誓約上の中での対応者できないという中で対応しておるということもご理解をいただきながら、我々もできる限りですね、言われるところでございますので、特にインド周辺から来られる方々に関してはですね、しっかりとですね、こういう方々の行動によって感染が拡大しないよう、さらなる今強化策をして整備しておりますので、そのような形の中で対応してまいりたいというふうに思っています。枝野幸男君。まずですね、まあ、日本人の方が帰国をする場合については若干あるかもしれませんが、それ以外の入国規制については憲法なんか何も関係ないですよ。憲法関係ない。そしてホテルならば確保できないなら、確保できる数だけ入国させる、それ以上は入国させない、国民の命を守るためにはそういうことをやるべきじゃないですか。私たちはそれも計算しましたよ。大体1日1000人、これが上限だろうと提案してますよ。1日1000人だったらホテル確保できるだろうと、そこで止めたらいいじゃないですか。外国から来る方は何の試験の制限でもないですよ。国民の命の方が大事だということを私は申し上げてるんです。医療機関に重症病棟をやっていただくとか、それからコロナ患者を受け入れていただくとか、いろいろあります。時間がなくなってきたので、細かいこと言いません。結局、前提となる環境整備をしなければ、やりたくたってできない。
コロナ患者を受け入れたら重症病床を作ったら病院が赤字になってしまって倒産する、働いていただいて重労働の医療従事者に給料払えない、これでは受けたくたって受けられないんですよね。ところがですね、診療報酬の引き上げがされました、あるいは緊急包括医療支援金などやりましたが、使い勝手が悪くて現場に届いたらたくさんあるし、これじゃ使い勝手悪すぎてできないという声たくさんあって、だから今も医療機関から悲鳴上がってるじゃないですか。ましてや医療従事者、重労働なのに給料下がったという悲鳴が、これ以上は使命感だけではやってられないという悲鳴がたくさん上がっています。今みたいな細かい話はいいですから、総理答えてください。医療を、病床を増やすためには一つには医療機関への包括的な支援、ちゃんと減収分あるいはコストがかかる分それ全部見ますと言って包括払いする、こういう支援が不可欠、これなら安心してできます。そして医療従事者に追加の協力金払いましょうよ。それでみんなもう限界を超えてやっていただいてるんです。限界を超えてさらにやっていただかないとできないんです。だからなんとか俺たちができることは金しか出せないんです。直接医療はできないんです。僕たちにはせめて金だけ出しましょう。総理いかがですか。内閣総理大臣菅義偉君。医療機関や医療従事者に対する支援についてはこれまで 4.6 兆円の予算を計上し、病床確保料による支援や1床当たり最大1950万円の強力な支援を延長し、今年度も引き続きこれ実施しております。また4月には医療従事者の確保を支援するために昨年の末に倍増した重症患者に対する看護師を重点医療機関に派遣した場合の補助上限額をさらに 1.5 倍に引き上げております。診療報酬でも新型コロナ患者の診療について大幅な引き上げや回復患者の転院支援を行っており、現在も引き続き措置をしております。引き続きこうした支援により医療現場の方々が財政面で躊躇することがないようにしっかり対応していきたい。このコロナに対応する中で赤字になるようなことは絶対ないようにするのがこれ政府の責任だと思ってますよ。私は明言をしています。枝野幸男君。最後の部分を制度的にしっかりと担保して安心していただくのが政治の責任なんです。赤字にならないようにしますと言ったってその裏付けがなければ、医療機関の経営されている方だってみんな従業員抱えている、医療従事者抱えているんです。潰れたら地域の医療が長期にわたってできなくなるんです。だからその担保をちゃんと制度的に裏付けをするのが、それが政治の役割じゃないですか。もう一点、すでに1年以上多くの事業者が売上の大幅な減少に苦慮しています。休業や時短を要請されている分野に限りません。あるいはその間接的な影響を受けている方だけじゃありません。文化、芸術、イベント関連の事業、もう本当に成り立たない。もう本当にこうした例は、もういろんなところに存在して例を挙げきれません。対象を絞った協力金などでは、いろんなところで事業継続が困難になっていきます。協力金そのものだって微々たるものじゃないですか。事業が潰れることへの公電のつもりかという厳しい声まで出てるじゃないですか。業種を問わず減収分の一部を補填する、この持続化給付金の考え方、これをもう一回やるしかありません。前回は前年比で5割以上の売上減という厳しすぎる基準でした。でももう1年続いてるんですから、毎月2割減でも1年続いたらとんでもないことになってますよ。より条件を緩和して幅広い皆さんに状況に応じた持続化給付金を我々は提案しています。総理、いかがですか。踏み切りませんか。総理。西村国務大臣。お答え申し上げます。もうよくご存知のことと思いますけれども、経産省を中心にですね、支援金という形で、この2ヶ月間で見れば最大40万円の支援を行うこととしております。詳細今経産省において詰めているところでございますし、それから地方創生臨時交付金で3000億円すでに配分をさせていただきました。これ昨年もですね、20数件の件でご指摘のように、国の基準が 50% 減でありましたので 30% 減であったり、あるいは対象範囲をまた別途特別に加算をしたり、さまざまな工夫が地域で行われております。こうしたことと合わせてですね、私どもしっかりと支援
を行っていきたいと考えておりますが、いずれにしましても、緊急事態宣言長引くことになっておりますし、経済の状況、影響、こういったものをしっかりと見ながら、必要な対策、予備費の 4.5 兆円もありますので、機動的に講じていきたいというふうに考えております。枝野幸男君。今のような、非常になんていうでしょう、細切れで部分的なやり方とか、あるいは自治体に一種丸投げをしたやり方では、網羅的、包括的なものにならずに、網の目が大きすぎて、いろんなところが落ちてるんですよ。文化、芸術、イベント関係、ほとんど金いってませんよ。もうこれじゃ持たないって言ってますよ。ぜひ、基本的な考え方、もう長期化して、さらに長期化せざるを得ない今、状況なんですから、思い切って、持続化給付金の緩和の上での再交付、私は強く求めたいと思います。オリンピックとパラリンピックについてお尋ねをしたいと思います。まず残念なことにですね、開催の是非についてアスリートの方が矢面に立たされているみたいなことがごく一部だと思いますが生じています。私はアスリートの皆さんはじめオリンピックに向けて努力をされてきた皆さんが何とか開催したいしてほしいと思うしおっしゃるのは僕は当然のことだというふうに思います。いや私だって一観客としてですね、私前回の東京オリンピックの年の生まれです。生きてるうちに日本でオリンピック見れるんだと楽しみですよ。できるならやりたいと思います。アスリートを責めたりあるいはアスリートを盾にしたりということはどちらも許されないということをまず申し上げておきたいと思います。どうするのかという判断の責任は政府と東京都あるいは組織委員会にあるというのは当然のことであります。ただちょっと私びっくりしましたが、総理先月23日の会見で IOC は開催することを決定していますと繰り返し、開催は IOC が権限を持っていますと説明しました。確かに形式的な権限は IOC が持っているでしょう。でもそれなら国内のイベント、この間中止をしてきた国内のイベントみんなそうですよ。高校野球は高野連が主催でしょ。プロスポーツだってそれぞれの団体があってそこが主催でしょ。学生が楽しみにしている、私の学生時代だった合唱コンクール NHK の主催ですよ。中止するか実施するか全部主催団体が判断して主催団体が決めてるんで、そうした意味では確かに IOC が判断をするんです。だけれども政府がどういう対応を取るかによって結局高野連だって NHK だってさまざまなプロスポーツのあるいはイベントの主催団体だってやりたいけど諦めたということを繰り返してきて、特に子どもたちは中学3年生、高校3年生、一生に一度の機会を逃してきているんです。今、入国規制であるとか、国内でどういう行動の規制をかけるのか、これは我が国の国家主権そのものだと思います。IOC の判断とか意見に左右されることなく、命と暮らしを守るという観点から、政府が独立して判断するものだと考えますが、よろしいですね、総理。総理ですよ、国家主権のあり方ですから。内閣総理大臣、菅義偉君。だ最終的に決定するのはどこですかと聞かれました。これはオリンピック憲章で IOC ということになっています。ただ、東京大会でありますけれども、被災者は IOC、IPC、そして東京都、そして組織委員会であり、政府としては国民全体の安全安心を守る立場から、水際対策を中心とした感染対策に万全を期すべく、主催者と連携をしていくのが、これ、政府の立場だというふうに思います。具体的には、今般、日本政府がファイザーの CEO との中で、ファイザーから提供のあった IOC を通じて、各国選手へのワクチンの無償の提供、こうしたことを実現をいたしました。またこれに加えて、選手や大会関係者と一般の国民が交わらないようにする、選手は毎日検査を行う、こうした厳格な感染対策を行うことといたしております。こうしたことにより、国民の命と健康を守り、安全安心な大会が実現できるように、全力を尽くすことが私の責務であるというふうに思います。枝野幸男君、聞かれたことにお答えください。全力尽くすのは当然だと思います。それは私も開催した方がいいと思います。できるならば。ただし、国民の命と暮らしを守るという観点から、国家主権を適正に発動した結果、できなくなる。
それもやむを得ない。そのことも含めてしっかりと判断していただかなきゃならない。そのことを聞いてるんです。内閣総理大臣、菅義偉君。今の私が申し上げたとおりです。主催者はあくまでこの IOC、IPC、東京都組織委員会でありますけれども、政府としては国民の全体の安全安心を守る立場から、水際対策を中心として、感染症対策に万全を尽くす、そして主催者と連携をして検討を進めていきたいというふうに思います。そして私申し上げましたように、訪米した際にファイザー製油から申し出があって、各国選手団へのワクチンの無償の提供、こうしたものが実現をしております。これに加えて、選手は大会関係者と一般の国民が交わらないようにする、選手は毎日のように厳格な感染対策を行うこととしています。こうしたことにより、国民の命と健康を守り、安全安心な大会が実現できるように全力を尽くすことが、これは私の責務だというふうに思っています。枝野幸男君。繰り返しますが、私もオリンピック見たいです。そしてアスリートの皆さんはじめとしてですね、この間努力されてきたことのことを考えればですね、奇跡的にここから感染が抑制できてですね、開催できることになることを期待しています。しかしですね、開催のために感染症対策が不十分になって、外国からやってくる方から感染がさらに広がる新たな変異株が日本に持ち込まれるとかですね、あるいは逆にですね、来日された皆さんの中にクラスターが発生するみたいなことを、こんなことが起きては許されませんし、また感染拡大の影響で、廃業や倒産、失業がさらに増える、その結果、自ら命を自死される、こうしたことが出てくることは許されません。すでに逼迫している医療、それにワクチン接種、国内の高齢者だって、本当に7月末までに全部打ち終えるのかと疑問の声、たくさん上がっています。こうした国内の医療を犠牲にすることも許されないというふうに思います。オリンピックとパラリンピック合わせると、選手だけで1万5千人入国されると聞いています。そして、ワクチンの優先接種を受けるのは、選手、コーチだけではありません。報道では、全体でこのオリンピック・パラリンピックで9万人海外から来られる、つまり無観客、海外からの観客を除いてですよ、大幅に抑制しても6万人という、こういう報道がありますが、政府にも聞いてみましたが、組織委員会も含めて、入国者全体の規模、現在でも見通し示してないんですよ。何人来るかわからない、答えてくれないという状況なんですよ。本当にそのすべて、6万人なら6万人の方すべてについて、本当に感染してない状況だということを確認して入国を認める、あるいはこうした皆さんが感染をした、あるいはこうした皆さんに対応するための医療で、逼迫をさせずに対応することができるのか、選手の皆さんは選手村などに囲い込むこと可能かもしれませんが、報道関係含めて本当にその行動を日本の国内の皆さんと接触なくできるのか、いや、そういったことができたとしても、ボランティアの皆さんはじめとしてですね、たくさんの皆さんが会場周辺で集まってくるわけですよね、無観客だとしても。本当にそれが感染を広げることにつながらないのか、間違ってもオリンピックのせいで感染がさらに拡大したなんてことがあったら許されないんじゃないですか。結果として予定通り開催できなくなれば、これは本当にアスリートの皆さんなどに申し訳ないことですよ。しかし、今の日本の感染状況と、ここから2、3ヶ月、3、4ヶ月に想定される、そこに必要される想定、その中で、国民の皆さん、来日される皆さんの命と健康を守る、国民の命、暮らしを守る、これとオリンピック・パラリンピックの開催を両立させることは、不可能と言ってもいいんじゃないかと、残念ながら言わざるを得ません。もう残り期間考えると判断の先送りはできないタイミングだと思います。どうしても強行するというなら、せめて具体的にじゃあ何人入国するんですか、その人たちにどういう水際対策徹底できるんですか、今みたいな緩いのじゃなくて、そうした皆さん国内で、いろんなところで歩いたりしないように本当に抑制できるんですか、報道機関含めて。こうしたことを具体的に示してくださいよ。ただ安全で安心のオリンピックのために徹底しますと、徹底しますということを繰り返して1年間、今の日本の国内の感染状況なんですから、何の説得力もありません。しっかりとどうしてもやるといいんだったら、せめて今ぐらいのことを示してください。いかがですか。
内閣総理大臣、菅義偉君。具体的な方法として、例えば、行動範囲を原則として、宿泊施設および競技会場などに限定をする。その上で一般の日本人との接触を厳に回避するため、それぞれの場所での動線分離を徹底をさせる。移動方法を原則専用車両に限定するなどの厳格な行動管理を実施をし、さらにルールに違反した場合には大会参加、資格を剥奪をする。こうした措置を講じていきたいというふうに思っています。入国する関係者というのは、最小限に抑えていきます。枝野幸男君。選手とコーチは、それはなんか今、優先ワクチン接種するとおっしゃってる、でも本当に、日本ですらワクチン接種、国民への、いや、医療従事者や救急隊員すらまだ打ち切れてないんですよ。本当に日本の国内でも、ワクチンはあっても打ち切れるのか、まして世界中のなかなか医療体制とか、公衆衛生状況の良くない国々、みんなワクチン打ってくるということが、ワクチンがあっても本当に可能なのかという問題ありますよ。でしかも、その資格剥奪とか、そんなことは、選手、コーチに限ってはできるかもしれません。報道機関とか入れないでやるんですかね。報道機関は、日本の報道機関と違って忖度してくれませんからね。本当に大丈夫なんですかね。何人かというね、目処も示さずに、安全です、安心です、大丈夫ですという、今までこの1年間、この感染対策について繰り返されてきたことをただおっしゃるだけだから、残念なことに多くの皆さんが今世論調査するともう諦めざるを得ないんじゃないかな、こんな多数になってしまってるんですよ。やるというんだったらせめてこういう具体的なことをやるんだということをもっときちっと示していただかなければならない。それができないのならば決断は早い方がいいということを申し上げておきたいというふうに思っています。感染症対策以外に1点だけ、ワクチンについてはこの後山野議員から聞いていただこうと思っています。入管難民法を今日追加で、通告させていただきました。これはですね、まあ、前向きの部分もあるんですが、帰国困難な外国の方を強制的に帰国されうる、その条項が拡大をしている、それも入管のかなり自由な裁量的な判断でできるのではないかということで、国際基準に反するとして、重大な問題だという指摘がなされています。加えて、入管で収容中だったスリランカの方が亡くなられる、しかも適切な治療もされずに放置をされた中で亡くなったという事案が指摘されています。まあ、入管におけるですね、死亡事案って実は10年に一遍ぐらい、いや、5年に一遍ぐらい出てきてですね、その都度ですね、闇の中なんですよ。人権感覚に欠けたこうした事案、入管の事案は本当繰り返されています。私たちはまずこの真相究明しないと、入管にそんな強い権限を持たせたら危なくて仕方がないと、とても認められないと言ってるんですが、残念ながら法務省から真相究明に向けた資料提供や調査などの報告はされていませんが、にもかかわらず与党は先週、採決を強行しようとしました。この死亡案件の真相究明と、それを踏まえた十分な審議が不可欠だと思いますが、総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。まず、お亡くなりになられた方とそのご家族に対してお悔やみを申し上げます。入管法改正については、現在、法務委員会において審議をいただいているところであり、審議の進め方については、国会にてお決めをいただきたいと思います。いずれにしろ、ご指摘の点も含めて、法務省において、丁寧に対応に努めさせたい、こういうふうに思います。枝野幸男君。国会の審議については、国会でというのはいつもの答弁だから、まあ、それは受け入れるわけじゃないけども、分かりますが、法務省がきちんと真相究明に努力をしていないから、われわれは法務委員会の審議に進められないし、こんなものでは採決は応じられないと申し上げているんです。これ、何度も繰り返されてるんです。刑務所よりも、実は入管の方が入ってる人たちの人権は、ひどい状況に置かれているともうずっと言われているんですよ。せめてこうして不幸にも日本に、日本が好きで来ていただいた、そして、日本で日本人に英語を教えたいと、確かそういった目的で来ていただいた方がいろんな事情の中で、入国資格がなくなった、そうした方が大した治療も受けられずに亡くなったって、これ国際問題としても放置しちゃダメですよ。その
真相究明ちゃんとやるのは国会の目的ではあります、仕事でもありますが、まず法務省としてちゃんと真相究明、その調査をして国会に報告しろと言ってるんです。そこは政府の問題です。そうでしょ、総理。菅内閣総理大臣。スリランカ人女性が死亡した事案については、現在、出入国管理庁において、仮放免をせずに収容を継続した判断の点を含めて、最終報告に向けて必要な調査、検討を進めている、このように承知をしています。枝野幸男君。はい、今日は法務大臣まで呼ぶ時間ありませんでしたので、これ以上は言いませんが、法務大臣に対して厳しくちゃんとやれと、国会で言われたと伝えていただきたいというふうに思います。今、われわれが直面している COVID-19 によるですね、危機は、第二次世界大戦、日中日米戦争が終わってから75年余り、我が国が直面している危機としては、10年前の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故、これと並ぶ戦後最大の危機だというふうに私は思います。危機が大きいほど、時のリーダーが問われます。リーダーが、つまり総理ご自身が、この危機を乗り越えるんだというその先頭に立ち、自らの言葉で、この危機を乗り切るんだと強いという強い意志を示していただく、そしてそのための道筋を示す、これが私は危機を乗り切るための前提条件だというふうに思います。残念ながら、そうした総理の意思や言葉が残念ながら伝わっていません。今日の質疑でもですね、総理じゃないと答えられませんでしょうと何度も繰り返しましたが、それでも関係閣僚が出てくるというケースも見られました。そして答弁されても、正面から答えていただけず、いわゆる官僚答弁、それこそ各省大臣に答えていただければいいような答弁の繰り返しで、リーダーとしての意思と道筋を示していただくことはできなかった、大変残念に思っています。これでは、医療従事者をはじめとしてですね、本当に限界を超えて頑張っていただいている、ご苦労されている皆さん、そして多くの国民の皆さん、さらに言えば、各役所の皆さんだってですね、危機だからもっといろんなことやらなきゃならない、でもほっといたら、役所の縦割りで他の役所の権限のところには手を出せないとか、いろんな状況の中で、でも自分の部局だけは頑張ってやりましょうということで、多くの役所の皆さん頑張っていただいていると思うんですが、総理が強いリーダーシップと道筋を示すからこそ、平時とは違うという強いモチベーションで官僚の皆さん、僕は動いていただけるんだと、10年前の経験から強く思います。総理に危機感が感じられない中ではですね、例えば外出しないでくださいとか、いろんなことをお願いをして、お訴えをしてもですね、国民の皆さんに総理の危機感が伝わらなければ、それに応じていただけないのは当たり前じゃないですか。総理がそうした危機感、そして覚悟、意思を示されなかったことを大変残念に思います。私たちには十分な覚悟と準備ができています。私には経験と教訓があります。総理がその覚悟と気概をお示しになれないんだったら、潔く身を引かれるべきだということを申し上げて、同僚議員に時間を譲りたいと思います。ありがとうございます。この際、山井和則君から関連質疑の申し入れがあります。枝野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山井。